ロングモントはアメリカ合衆国のコロラド州にある自治市。州都デンバーから北北西に 50km ボルダー軍の軍長所在地であるボルダーの北東に位置し、州北部のボルダー軍とウェルド軍にまたがる。市外から山陽をはっきりと望めるロングス山が市名の由来でモントとはフランス語で山を意味する。この山は探検家のスティーブン・ H ・ロングにちなみ名付けられた。 2010年現在の人口は86,270人で、州内で13番目に多い。近年は、完成な住宅地として、人口も急増している。2006年6月には、NPO 団体のナショナルシビックリーグから、アメリカ全国都市賞を受賞。2008年にもマネーマガジンの、アメリカの住みよい街トップ100に選出された。1871年に、 イリノイ州シカゴからの一団によって建設された。当初はシカゴコロラド植民地と呼ばれ、町は町民権を売って得た金で土地を購入していった。外区は1マイル間隔の5番目上に整備された。1877年にコロラド中央鉄道が通じてからは農業が盛んになった。1940年代に入ると地域が拡張され始め、1960年代には 連邦政府が航空管制センターを IBM が大規模工場をそれぞれ建設した。シーゲートテクノロジーやマックストアといったハードドライブ関連企業が誘致され IT 産業が盛り上がる一方農業は衰退した。2009年4月には GE エナジーがコントロールソリューション事業をこの市に移した。メインストリート沿いのダウンタウンは1980年代に 一旦錆びれたが、近年鮮やかな復活を遂げた。1990年代半ばには建築家のアンドレス、ダーニーによって、南の町外れが、コロラド州で、初のニューアーバニズム計画地に選ばれた。高等教育機関としては、レジス大学や、フロントレンジコミュニティカレッジがあるが、2010年9月には、ビジネスメディカルキャリアーズ研究所がキャンパスを開校。 ビジネスや医療職を志す学生に職業訓練とキャリアサポートの場を提供し始めた。ブルームモンテスソーリースクールなど市学も多い。国勢調査局によると市の総面積は56.5平方キロで、うち56.4平方キロが陸地0.05%を水域が占める。標高はメインストリートとセントブレーン側との交点で1525メートル。 国道287号線で、デンバーに通勤する人が多く、2016年までには、通勤用のファストラックス鉄道が、延伸予定である。リージョナルトランスポー、県外でもフォートコリンズや、ラブランド、バートフードに、バスが通じている。日刊市に、ロングモントタイムズイコールコールが、ローカルラジオ局に、KRCN、キード、KKFN がある。 2000年の国勢調査によると、この市には71,093人の26,667世帯、18,453家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり1,259.7人で、平方マイルに換算すると3,262.3人となる。住居数は27,394件で、 1>, 1平方キロメートルあたりに485.4件が立っている計算になる。住民のうち白人が84.76%、アフリカ系が0.54%、先住民系が0.97%、アジア系が1.76%、太平洋諸島系が0.06%、その他の人種が9.76%、根結が2.2%を占めており、 ヒスパニックの割合は19.07%である。26,667世帯のうち36.9%は18歳以下の子供と暮らしており、54.6%は夫婦で生活している。10.1%は未婚の女性が世帯主であり、30.8%は家族以外の住人と同居している。 23.7%の世帯が単身で7.3%を独居老人が占める。1世帯あたりの平均厚生人数は2.64人、家庭の厚生人数は3.15人である。住民のうち27.9%が18歳以下の未成年、8.5%が18歳以上24歳以下、33.1%が25歳以上44歳以下。 21.3%が45歳以上64歳以下、9.2%が65歳以上となっており、平均年齢は34歳である。女性100人に対し男性が97.9人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては95.6人いる。 一世帯あたりの平均収入は51,174四米ドルで、家族あたりでは58,037七米ドルである。男性の平均収入は49,78八米ドル。女性の平均収入は29,582二米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は23,409九米ドルとなる。総人口の7.8%。 家族の5.9%、18歳以下の子供の10.6%、及び65歳以上の老人の6.2%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。ダウンタウンロングモント区経済委員会によると、市内の使用11雇用主は以下の通りである。セントブレインバレースクールズ4875人、ロングモント共同病院から1282人、 シーゲートテクノロジーから1160人、ロングモント氏から814人、アムジェンマイナス789人、イントレード762人、連邦航空局540人、デジタルグロブ437人、マクレーンウエスタン425人、バターボール LLC から381人、中央長老派協会公共図書館市街の西にある、 湖舞台芸術センター1881年に建てられた聖ステファノ教会。現在はセントブレーン力士教会の建物である。ありがとうございます。